時刻は七時を回りましたおはようございますザキミリョウの不動産相談室の時間ですお相手は私ザキミリョウですこの番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワ海の見える素敵なスタジオより七時三十分まで放送いたしますどうぞ皆様最後までお付き合いくださいはい今日もよろしくお願いしますはいお願いします、うん、今気づいたんだけどリョさちょっとしたったらず じゃ <laughs> 噛んでるんだよ。そ,そうそう。舌垂らずじゃなくて噛んでる。噛んでる。<laughs> 可愛いですね。<laughs> 今日も。<laughs> 今日も。ありがとう。<laughs> はい。じゃあ今日もゲストさんがいらしてますね。はい。えっと先週に引き続きですね。えっと荒垣さんにまた来ていただいてですね。また今回は賃貸とか管理についてちょっと深掘りしてお話を聞いていきたいと思ってます。はい。ちょっと自己紹介もお願いしていいですか。 よろししくお願いします,荒垣,です、はい、荒垣さんです荒垣さんはね、あのちょっと不動産業者で5年ぐらい働いてて、次6年目ということで,です、ね、僕と同級生ではあるんですけども、でそれで今、えーと、いろいろ質問したいということで連絡したら、あの大丈夫だよということで連絡もらったので、今、こちらにいるという形になってますね。はい、では、質問していってもいいですか、早速。どうぞ、はい えっと、賃貸についてなんですけどなんか初期費用でかかるものは何ですかという質問があったんですけど、はい、初期費用って何がかかってくるんですかね初期費用の内訳ってことう。ま,あまず家賃1か月分日割りになる場合もあるんですけどうん、うん、まず家賃簡単に言ったら家賃1か月分と日割り家賃と。うんうんうん あと敷金、礼金今、取らないところが結構多いんですけどで、仲介手数料ぐらいですかぐらいあと家賃保証と義務ではないんですけど火災保険とかそういった感じですこれ敷金、礼金っていうのはどうう、いなんですかね敷金は基本的に退去時に清掃費とか入居している間に壊したものを直す費用に充てる。 なんか預かり金みたいなあそうそう保証金みたいなイメージも、うん、保証金ですねはい礼、はい、金というのは何ですか礼金は家主に対しての、まあうん、謝礼金みたいなこっちを貸してくれてありがとうございますっていう感じで,で、はい、じゃあ家賃と敷金,金とは別に礼金で、うん、でも取らないところも多いですよってことですかね今はもうほとんど敷礼が多くなってる敷、ねうん、金は、まあ、初期費を抑えて安く見せるっていうのそうではね、うん、だけど火災保険は義務じゃないの 義務ではない、ね、義,務義務っていうか、まあ、任意だとは思うけどほぼまあただ不動産はもうこれを義務化してるそうだよね自分たちもそうそうねあの、まあ、賃貸するのある物件とかはねやっぱりあの火災保険を絶対入ってもらうね、うん、何かあった時の保険なんで、うん、火災保険ってこの保証内容みたいな何がどんな意図があって火災保険みんな入ってって言うんですかえと、まあ、お客さん、まあ、入居者に対しては、うん、この自分の火災 テレビだったり、まあ、家,具家電とかそういったものに当てて、うん、実際、名目としては借家、うん、人賠償家主に対してまあ損害を与えた時に、うん、この保険から下ろすような意味でまあ入ってもらうんだけどその借家人賠償だけって加入ができなくて、うん、それで、まあ、家財に対してプラスこの借家人賠償をつけるみたいな、うんなるほどですね。やっぱりそこ大事でですよね、うんで あのまた別の質問が来てまして都市ガスとプロパンガスのちあどちらが安いんですかって来てるんですけどちょっとねそれって多分その場所によって地域によって全然違うと思うんだけど、うん、この違いっていうのはどういうものなんですかねプロパンと都市ガスうんうん何だったかな都市ガスとねプロパンガスは多分プロパンガスってあの要はま沖縄ガスんとかみたいなプロパンがあって。うん で都市ガスは多分ラインがあるんじゃないかな下にラインっていうかこの配管みたいのが<ー>ずっとつながってるんじゃないかな,な,かな,なんか、うん、こう大きい機械まあタンクみたいなの入れてやるタイプかなうんうん、うん、そのね枝分かれみたいな感じでね、うん、やっていくのっていう OK ですあとはあこれ質問がまたありましたえっと間取りっていうのはどういう間取りの方がお客様好まれる傾向にありますかってあります 間取り、まあ、人によると思うんですよ、うん、家族構成だったり単身なのかとかはいはいただ一番いいのは自分的には 2L ぐらいが住みやすいのかなと、うん、カップルでも住めるし、うん、ファミリーでも住めるしうん、うん、一人暮らしする方は大体みんな 1K とか 1LDK とかですかまあ基本そうなんですけどまあ女性の方とかは結構 1L ニエルとかで一人で住んでまあ荷物が結構あってとかっていうのはあるんですけど一人だと大体 1K1 ルームになるかなあ、うんうん、なるほどですね。じゃあですね僕がちょっと気になるのはよくお客さんから僕も聞かれるんですけども、えーとまあ、借地借家法のところですねあの普通の普通借家契約と定期借家契約ってあるじゃないですか、はいはい、これの違いってどんな感じなんですか 違いはまあ普通借家は基本的にも自動で更新される、うん、で定期借家はも期間の定めがあって、うん、まあ例えば契約時に2年で定めたらもう2年で終了する契約で2年後はまたオーナーさんの意向によって契約が終了することもできるし解約することもできる、うんはいはい、じゃ例えばこれオーナーさんがねあの定期借家で2年組みましたと、はい、そしたらまあ通常だったらまあこの 契約は2年後にはもう終了するわけじゃないですか、はい、でそして3年目にやっぱりまだ借りといていいよってオーナーさんが言ったらじゃあ再契約みたいになるんですかそうですね最初の契約と同じような流れでその都度契約するみたいなそうだよね更新がないってことでこの時にだいたい定期借家契約だったらお客さんなかなか入りづらいのかなって思うんですけど普通借家と比べたらねもちろん 期間の定めがあるわけだから、うんはい、絶対この期間までに出ないといけないわけじゃないかですか、うん、どうなのかな定期借家でも全然あのアパートの,この需要とかあるのかなっていうのは気になるんですけどまあ正直あの全然、まあ、関係ないと思ってて今その契約とかって実際お客さんって見てなくてなるほど、ね、多分そこまで理解してない定期借家がまず何なのかとそうそうそうで、まあ、説明はもちろんしないといけないのでやるんだけどそれよりもこの物 がいいんはいはいんだからねこの難しいところが、まあね、定期借家とかだったらまだなんだろうアパートとかだからそんな20万30万とかじゃなくてね5万から10万ぐらいだからいいと思うんだけど、うん、これがまた定期借地とかさ、うん、事業用のこの,あの借地とかになってきたらやっぱり分からなかったでは通らんかったりするからさ、うん、ねえねえそことかはやっぱりお客さんに僕も注意して伝えてうん、うん、実際もう この契約っていうのは再契約ができるって保証ももちろんないですしですこの期間がもう来たらもう定めとして終了しますよって言ったらやっぱりそうするとなかなか借りない人多いんだけど、うん、今、ショートから聞いたみたいにアパートとかだったらそこまで皆さん気にされてなくて、うん、2>, まあ2年とか3年とかもし期間があったらまた別に引っ越したらいいやって思う人も結構いるみたいな感じかな。うんうんまあ、不動産としても,も本当に、うん 定期借家にしてる理由っていうのが、うん、まあ結構いろんな難しいお客さんとかがいるのでる <laughs> まあ形上期間を設けて、うん、じゃあ結構難しい方とか滞納、まあ、とか多い人だったらその期間で終了させようっていうスタイル、うん、そうだよね定期借家は基本的に借り主様守るというより貸主様守るっていうものだよね,だね、うん、でもともとはこの定期借家っていうのがさなかったわけ法律で。 うん、そうそれが変わって法改正になってからやっとそれあのあの貸主様もちょっと守られる元々はもともとは借り主がもう前提もう守られるのが前提で強か。強うん、今もちょっとそうなんだけどさだからそれがねやったことでオーナー様もちょっと安心してできるっていうのもうん、うん、やっぱり2年で決めたらもうどんだけあこの人ダメだ合わないなと思ったらもう2年後には買いあ、えー、と解除できるので出すこともできるし。うんうん やっぱそういうのがあるのかな、うん、定借にする理由っていうのはそうそう、まあ、不動産は別に、解約させるために定期にしてるわけではなくて、何かあった時に解約、退去させやすいようにしてもらうってことで,す、うん、でもどうかな、この普通借家でもさ、例えば契約書にね、重節に書くとは思うんだけども、うん、例えば滞納が2か月、3か月以上あった場合は、解約申し,あ申し入れできますとかとか、一応、しっかり書いたりしてるのかな。うんうん うんあまあ、このそもそものひな型にそれがあって、うんそ,ね、そのひな形で僕なんか例えばこの協会っていうの入ってるんですよ不動産のこの全国のものにでその協会があってその充、えー、設とか契約書ってこういうふうに書い,書いた方がいいですとか、まあ、別にここで書くあの自分たちで決めればするんだけどもそうそうそういうのがあるのでやっぱりあのですね <laughs> <laughs> はい。 ちょっと止まりましたね。話が飛びました、ね。<laughs> 大丈夫。<laughs> 大丈夫、はい。なんかさ、あの、一個気になったんだけど、この、うん、じゃあ、この定期借家。うん、この、例えば二年とかで。二、うん、<laughs> 年とかで、この、きま、えっと、借りる期間がとりあえず決まってる、場合で。うんうん、で、この、なんか契約の延長みたいなのって、よっぽどのことがない限り、基本はできるのかな。そうですね。うん。そっか、じゃあ、なんか、これで、なんか借りてる人が。 こう問題もないのになんか追い出されちゃうとかそういうことはめったにないんだはまずないんじゃないかな、うん、あまあオーナーからここをこの知り合いに貸したいとかそういう理由があってとかもしかしたらある、うん、今後あるかもしれないですけどう、うん、そうそうやっぱり法律で守られてるわけよねうん、うん、簡単にこんなふうにまあねオーナーの意向でいどかしますって言ったら、うん、借りてる人って安心して住めないっていう。うんうね、だって 子どもの小学校この小学校なのにもう出て行ってたら小学校変えないといけないとか,さかそういうの出てくると、うん、やっぱりそういうのは守られてないといけないなって思うんだけどもでもそれをねまたいいことに、えっと、いろいろまあやらかすというかね借り主さんが、うん、例えば駐車違反してたりとか1台しか止めれないように2台止めてたりとか。 あの滞、うん、納したりとかさ、うんうん、やっぱりそういうのを見てると。まあね、不動産会社さんも管理会社さんも、そこは黙ってはないよっていう感じかな。うん、なるほど。ではでは、ちょっと、もうオープニングから十分経っちゃったので、はい、一旦 CM に行きます。はい。はい、一旦 CM です。はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。 醤油、塩、タルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります元祖唐揚げ本舗荒たけ、欠かず中学校前店<う>ギノワンヒルズ通り、救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかるギノワンヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もイルフアロングもデザインカラーもニュアンスパワーもマッシュルフもメンズパワーもツーブロックもフェードカットもていいす全部まとめてスタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げますネット予約がおすすめ技野安心上原スタジオラディッシュ検索してねお送りしておりますこの番組はザキミリオーの不動産相談室のお時間ですこの番組ではメッセージを募集しております メールアドレスは7 9 7 f m g コ i 七九七 c o m 7 9 7 f m g ノ i ンドッ c o m また、この番組は YouTube でもネット配信しております。f m g i ノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ぜひ、えー、YouTube のチャンネル登録もお願いします。また、サイマル放送も行っております。 スマホで聞く場合アプリリスラジカマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこの番組を楽しむことができますので皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加くださいそれでは後半戦に入っていきましょうかはい後半もよろしくお願いしますはいお願いしますはいえっとですねちょっと最近ニュースで出たことをちょっと一度話題にしたいんですけども、うん、今ニュースであの だったっけ日経平均の株価が一気に暴落したという話があったんですけども、うん、でもそういうのって不動産でも結構関わりが深くてですねやっぱり不動産っていうのもそういうので金利がどうなっていくとか上がって変わってくるのでやっぱりそういう市場って僕もあの特にあの株してるとかそういうことではないんですけどもやっぱり不動産の業者としてお客さんに情報をお伝えするために動向、まあ、っていうのは見てはいるんですけどもそこでですね例えば今 で金融株ね資産を運用してた方っていうのは下がった人も結構多いわけじゃないですかでこれをもし不動産に持っていたとしたら不動産の価値がじゃあ下がるかって言ったらそういうわけではないわけじゃないですかで今ちょっと確認した確認っていうか聞きたいのは荒川さんはこの例えば自分で収益物件持ちたいなとかいや特にそういう考えてないなっていうのはどうですかねいや持ってるならもう持ちたいですああそうですよね ちなみに何かねあの先輩とか、まあ、後輩でもいいけど同級生でも持ってる人は結構いますかいや周りにはいなくてもやっぱもう会社の人とかではいるんですけど、うん、周りどんなんザキミじゃないですか <laughs> 僕も少しは持ってますけども建,建築あれもなんか予定してないのさ <laughs> 何でもバラしますね,ね <laughs> い,いいけどそうそうそう一応ねいろいろあったりはするんだけど 例えば、ね、収益物件といっても例えばアパートもあればマンション、一室もあるしあと軍用地もあるし沖縄だったら諸、ね、島、うん、は何がいいなと思ったりする単純にもうあのあれだよ感覚的にね、まあ、パッと考えればやっぱアパートうん、うん、アパート一棟,、うん、棟っていうのはなんで 確かにねやっぱりこのショートたちはもう管理もしてるしアパートとかも専門的にやってるからこの利回りっていうのは多分計算できるわけさで軍用地っていうのもあるんだけど軍用地もねあの資産としてはいいんだけどやっぱり利回り的にはちょっと低いっていう、うん、相続税対策とかよく使われたりする、うんうん、っていうのもこの相続税対策なんでそれが相続税対策になるのって言ったら現金で例えば1億円持ってたのと軍用地を 1>, あのその1億円で買ったとしても例えばそれの路線化っていう評価があるからさ軍用の場合でその評価によって変わってくるからそのまず税金を納める額が一気にドッと減るわけねしかもだいぶ減るからさそういうのでみんな持ってアパートも一緒だよねアパート建築してその路線化で計算するので,でやっぱり、うんうん、あの対策する方もいるんだけどもやっぱり僕なんかみたいな若い人たちはやっぱりそういうちあのなんだろうロー えーとローリターンというか、うん、ではなくて少し大きめのリターンを欲しいというのは多いのかなと、うん、そしたらやっぱアパート一等とかだったらさ利回り本当にいいのでやっぱり持ちたい人不動産業やってる方はやっぱり多いよね持ちたい人はそうそうそうです<え>、ま、こういうさなんかこう基本的には収益物件を持つ人は現金で買うんじゃなくてあ,あの 銀行さんんかから借りてからあそうなんだねうん、うん、で銀行も貸すか貸さないかが銀行さんの判断なので,、うん、でその銀行さんが貸したお金で運用していくっていう,うで返済しながら自分たちにもキャッシュを残すっていう仕組み、えー、えこういう時ってさ銀行からこう、うん、こ,んこんなお金の借り方をする時にこの信用のある人の特徴とかってあるのまずそもそもも銀行が例えば、うん、貸す時に えとまあこれ今回事業用論になってくるんだけども事業用論だったら例えば会社もし法人で買うんだったら法人のこの決算書をちゃんと持ってきてくださいとかやっぱり数字って銀行は見るんだよねその人のもちろん信用性もあるんだけど昔はそう言ってた今の時代は分かんないけど昔はやっぱりその人人に対して貸すか貸さないかっていうのも大きい判断材料になってたって言ってたけども,もう今はやっぱり数字だね うんうん、数字結構見るってどこの支店長さん聞いてもやっぱりそういう解答が返ってくるねじゃあさやっぱり若い人は借りにくいんじゃないいや若くても結果が出してれば私全然大丈夫うん、うん、逆に老舗であっても赤字が続いてるんだったらなかなか難しいですね、うん、そうなんだねうん、うん、そっか難しいのそうだね <laughs> <laughs> であのちょっとショートにねまた賃貸の質問もしたいんですけどもちょっと質問が来てます 賃貸あのアパート借りるときに連帯保証人っていうのは必要なんですか、はい、って来てるんですけど連帯保証人もやっぱこれ不動産業者によって違くて、うん、県外とかだって結構取ってないところも多い、うん、まあその代わりあの家賃保証が今あるのでやっぱ県外から来る人って、うん、まあそこでは保証人いらないって言われるけどこっちはもう この不動産によって違うんで,、うん、で自分なんか会社はもう保証人も連帯保証人も取ってヘッジン保証も取る、うん、あの入ってもらう,うん、うん、っていう形でもう会社によって違うから一応取ってた方が安全安心だよね、うん、やっぱりそれはあるねじゃあそれっていうのは業者さんだったりとかあとになよって変わってくるって感じかなそうですねうん、うん、で家具家電がついてるお部屋はありますかって質問があるんですけどどうですあ管理部 県ででは少ないです、うん、じゃあ基本的にはもう何もついて、うん、まあ箱だけがあるみたいな感じなのかなもう部屋だけだ昔はあって、うん、やっぱそれをメンテするオーナーさん維持するのが大変でなるほど,、ね、どんどんもう処分していく壊れたらじゃあ家具家電がついてるよ例えばクーラーが設備でついてるよって言ったらやっぱりこれ家主負担になるから壊れた時は家主が自分の手差しを出さないといけないっていう感じだかあ、そうですねあただまあエアコンは基本ついてる物件が多い、うん これって設備で設設備で設備ででついてた場合って、じゃあもし壊れるさはね、はい、そしたら家主がもう負担するってことで、ね、基本的には、まあ、そこを最初、でも家主に話して、うん、まあメンテするのかしないのかはい、はい、結構、今は乾燥機つけてほしいっていっぱいいるんだけど、はいはい、どうなのか、乾燥機ついてる物件が多くなってきてるうん、まあ、このガス会社とこの付き合いがあるところがあって、うん、まあそこにお願いして、まあ、ほぼ今、つけてもらう、うんうん、新築は。あは でもねガス,があのガス乾燥機があったらやっぱり入りやすいんじゃない入居者多くなるんじゃないやっぱうん違う、ね、あるのとないのでは全然違う駐車場とかはどんな駐車場もやっぱないともう沖縄は、うん、沖縄一 1>, 1台でいいの基本1台で2台あったらいいねぐらいもう2台あったらすぐ埋まるあ全然すぐ埋まるうんショートエリア的にはどんなのかなどこのエリアが中心的に動くの会社でうん会社で会社でえー、ま 県内だとまあ南部はまあ一応那覇までああ那覇まであるんだ最近からなんだけど、うん、で北部は今金少ないけど、うん、ほとんどでも沖縄市、うるま市がメインで中心にやってるうんそうだね沖縄市人口多いからね人口多いからアパートも多いさね、うん、でもその代わりやっぱり競合が多いっていうのもあるのか分からないけど家賃が安いね、うん 沖縄市も新築はどんどんどこもなんだけど新築ね新築は中古さ中古中古はまあ駐車場がないところだったらだいぶ下がるだから結構やっぱネットとか見ててもさ中古こんな築年数まだ経ってないけどこの金額あるんだみたいな逆に自分ギノワンだから出身がギノワンだからさ普天間の方だからギノワンなんか結構高いわけよあそうだねでも高いよね高いよねやっぱエリアによって全然変わってくるんでうよ はい、で残りあと3分少々となりました、はい、なんかもう今週でショートさんのゲスト会は最後ですよねそうですねもしかするとリクエストがまた来るかもしれないですねじゃああかりリクエスト出してください そうですね。もう今日緊張してるってことで途中でさもうハンカチでこの汗拭うためにさ、うん、ちょっとさってこうマイクから消えた瞬間に、うん、量がさ一瞬でこの話題飛んだのかさ話題飛んでしまった、ね、<laughs> なんでハンカチ持ってるのと思って <laughs> <laughs> いいねなんか同級生感があって。 ショートはさハンカチ持つタイプじゃなかったわけよ。でしょ会社で言われるって相当じゃない洋服の袖での服かあと手でそのまま素手で服かってイメージハンカチだとそれでびっくりしてからさそれで話が飛んでしまったそっかだからさんかえこんぐらいで話飛ぶんだって思ってさ大丈夫だよ。これは全然違うのびっくりした そっ,そっか、そっか。じゃじゃまた来週はどんな感じで。そうですね。来週はちょっとまたゲストさんが変わってですね。うん、えっと、あの司法書士の先生と、うん、えっと、不動産業をなんかタッグを組んでるというか。うん、そういう。タッ, <laughs> タッグを組んでる。組 <laughs>、うんでる。はい、組んでる。あの、不動産業者さんがまたお見えになりますね。<laughs> はい。うん、えー、じゃあ、今日ショットさん、どうでしたか。うん。いや、なんか。 結構初めての経験でうん、うん、めちゃくちゃいい経験させてもらってっすあ緊張したけど一応ね、はい、ずっと残るからいいんじゃない、うん、こういう経験もね <laughs> 緊張したねまた来る <laughs> リケストがあれば <laughs> <laughs> じゃあリクエストします、うん じゃあそんな感じでねショートもやっぱりいろんな僕はショトく君のね連絡先も知ってるので、うん、これ聞いたお客さんがもしちょっとこの人に案内してほしいとか、うん、紹介してほしいっていうんであれば僕に連絡いただければすぐつなげますので、うんはい、ぜひ。では今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました。